京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。先週はね、1月3日の放送で明けましておめでとうございますということで、はい、まあ、新たな気持ちで僕らのこの日本がどんだけやばいのかという話をしましたですけど、はい、まあ、今日はその日本じゃなくて世界、世界世界もね、なかなかしんどいんですよ。まずね、僕らね、はい、まあ、表現者くらえてるんでいろんな議論してるじゃないですか。で、まあ、思想的なこととか経済的なこととか日本の国内政治的なことをまあやりますけど、まあ、世界史的なことをまあやるわけですよ、うんうん、まあ、この時代っていうのを読み解くのにね。そうするとね、本当にこの21世紀初頭のこの最近ね、本当にやばいんですよ。そうなんですか。うん、どうやばいかっていうとね、はい、思い出してください。あの世界大戦あったでしょ。あれ1941年日本の参戦だから、1930年ぐらいからなんかうさんくさい、なんかきなくさい感じにこうなってて、まあヨーロッパで戦争があって、日本でも戦争があって、大戦になって45年まで回ったわけじゃないですか。あの時って何があったかっていうと、1929年に世界大恐慌がなるんですよ。やっぱりね、恐慌があるとね、荒れるんですよ、みんな。で、みんな貧乏になって、はい、なんかイライラ国民がしてきて。だって荒れるって書きますもんね。そう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 。うん、まあ、慌てる、慌てるっていう字がね、まあ、ある、まあ、荒れてる、荒れてるっていうことですからね、恐慌っていうのはね。はい、で、やっぱりこう不況があって、で、人々が荒れて、で、民主主義っていうよりも、独裁主義的なものがね、どんどん、こう、ナチズムみたいな、あるいは、こう、ファシズムが、こう、右傾化というのが出てきて、それで、まあ、最終的に戦争に至ると、まあ、いうことなんですけど、もうそっくりなんですよ。で、当時は、ドイツがやばかったんですよ。はい、ドイツが新興国で、イギリスとかが強かったんですけど、そこから急激に伸びてきて、それで、恐慌があって、さらにまた伸びて、それで戦争に至るっていうことなんですけど、中国なんですよ。まあ、2010年にね、リーマンショックがあって、中国バーン伸びてきてると。これで実際も侵略が始まってるじゃないですか。ウイグル、チベットだけじゃなくて、香港ついに取ったんでしょ？なんかああいうのもあって。だからね、もう台湾、やばいんですよ。うん、これポーランド侵攻のように台湾に行くっていう流れがこうありそうだしね。で、さらに言うと、ロシアがクリミアに行くとかっていうの話をまあ。あってね。だから本当にね、そっくりなんですよ。あちこちで、そういうことが起こってるんですね。その、第二次世界大戦の前とすごい似てるんですよね。で、さらに今、コロナがやってきて、で、さらにその中国との格差も広がるし、で、欧米の不況がすごく激しくなって、失業者がいっぱい増えて、リーマンショックに加えてコロナ不況まで来てますから、もうね、戦争するというかね、世の中が大クラッシュになる、ガソリンがたんまり溜まってる、マグマがたんまり溜まってるタイミングの2022なんですよ。もう怖いことがいっぱいありすぎますね。今日はね、その辺の話をじっくりしたいと思います。聞けば今の世界がよくわかる30分午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
お送りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは2022年、世界はやっぱりこんなにやばい。このやばさはね、今オープニングで言ったように、もうこの 4,50 年ぐらい、4,5,6,7,8,90年ぐらいずっとやばいのが続いてて、ますます今やばく、コロナのせいでやばくなってるということですから、この世界やばいっていうのをね、忘れちゃダメだっていう、まあ、話なんですけどね。まあ、ちょっと短期的なところから行きましょう、はい。まずね、やっぱりね、今しんどいのが石油が高くなってるんですよね。高いですね。すっごい高くなってるんですよ。はい。もう、倍とかじゃないですからね。もう3倍、4倍とかにオイルの価格はなってるんです。まあ、ガソリン価格自身は、うん、まあ、税金の部分が定額の部分があるから、原油が2倍になったからって言って、ガソリン代が2倍になるってわけで、まあ、ないんですけど、それでも、倍近くになってね。最近ちょっと落ち着いてきたとはいえですね、うん、これが世界を非常に不安定にしてるんですよ。うん、ガソリン入れるとき怖いですもん。うん。もうどんだけ行くんやろって。そうなんですよ。で、こうなってきた背景はね、やっぱりその、カーボンニュートラルだなんだ言うてね、これから脱石油だと、再生可能エネルギーだってみんな言うとるじゃないですか。そしたらもうなんかもう産油国もね、もうなんかもう真面目に作ってもしょうがないな、ということでもうあんまりもう物を作らんように、こう石油作らんようになって、足らんからって言って石油が高くなってると、まあいう、まあ背景があって、だから、今ちょっと落ち着きを見せていますけど、構造的にね、オイルが安くなるっていうのちょっとしんどいんですよね。で、石油ショックなんていうのがね、1970年頃にありましたですけどね。まあ、あれに類するような、まあ、ものがあって、これが、まあ、世界経済をこう、さらに蝕むと、まあ、いう状況が、これ1個あります。で、これ日本、これ大変しんどいっていうことなんですけど。で、さらに、今コロナの影響もあってですね、まあ、いろんなとこ不況で、世界は今成長し始めては、まあ、いるんですけれども、やっぱコロナの時にいろんなもの止めてたりしてましたから、はい。いろんなものが不足してるわけですよ。一番典型的なのはコンテナが足らんとかね。これが足らんようになって、輸出がなんかうまいことこう、輸出入ができへんっていう問題もあって、それが物流のコストを上げてるんですよね。オイルのコストに加えて物流のコストも上げてると。重なってると。で、さらにこれも構造的になかなか回復シーンって言われてるのが、工業の米と言われている半導体。ああ、うん、そうですね。そうもう今の電化製品が全然物気並み品切れ状態で。僕はあんまり買わないか分かんないですけど、いろんなもの品切れになってて、もう半年ぐらい経てへんかったら経えへんと、まあ、言われてると、うん。まあ特に日本は自分で作る能力なくなってきているスカタン国家ですから、ますますしんどくなってるわけですよ。で、今、この半導体の奪い合いっていうのが、まあ、アメリカ、中国なんかでこう、まあ、起こって、まあ、来てるということなんですよね。で、この半導体といえばですね、実は世界シェアで最も一番持ってるのが台湾なんですよ。そうなんですか。うん、台湾がね、7割ぐらいかな。日本は、最も日本、80年から90年ぐらいは、日本の半導体の世界のシェアっていうのが 50% あったんですよ。半分作ってたんですけど、まあ今 10% にまで下がってきてて、その代わりに台頭したのが、まあ台湾で、今 70% ぐらい取ってるんですよね。で、だから台湾っていうのすごい、重要な国になっているのを、はい、これ欲しいな思ってるやつおるわけですよ。あれ。もう、顔が出てきますね。もう環境挟んですぐやから。欲しいなーって、ダラダラダラーとも、ね、もうシューちゃんね、はい、キンちゃん、ペイちゃんがね、これもう、そんな可愛いもんじゃないんですよ、もう。でも中国がそれを取りに行きたいと、ますますあそこ行きたいと思っていると。で、折しも今年はオリンピックを中国やって、それまではおとなしくしていると、まあ言われてますが、はい、まあオリンピックが終わったら、もう行くぞと、まあちょっとそろそろ行っとこうと。上まくって。行っとかとこうなっとるし、まあ台湾の前に取っとくべき香港、まあ取ったしと。これもイギリスの野郎になんかもう植民地にされて、もういろいろと今でも馬鹿にされて、蹂躙されてきたけど、もうこれで取ったからな、ということで、もう完全に、もう今もほとんど言わなくなってるじゃないですか。香港の民主主義を守れとかって言っても結局、天安門事件で戦車で学生が引かれたように、
もうあの学生運動も全部もうダメになってみんな逮捕されてみたいな。で、手出しできない状況に今なりつつあるじゃないですか。で、そこ取ったから、じゃあ次台湾やなと。うん、だから僕は台湾を守るためにも、台湾を守るイコール尖閣を守るってことですけど、台湾を守るためにも尖閣を守るためにも、香港をちゃんと守れと、まあ、ことを言ってたんですけど、まあ日本はもう別に何もやらなかったですよね。反対決議も何もやらんし、で中国に気ぃつこて、まあ親中派の議員が自民党には多いから、何取らされてんのか知りませんけども、なんかそのおるわけですよ。で、まあそんな状況がありますから、まあ台湾、次行くと、中国はね。で、そこを守るのは何かって言ったら、沖縄米軍ですよ、基本は。沖縄米軍の、沖縄基地があって、そこに太平洋軍っていうのが、アメリカ、世界軍があってね。はい。それの太平洋軍、アジア太平洋軍が、インド洋から太平洋を全部カバーしてる、のがあるわけですよ。空母があって。で、そこがまあ中心で、アメリカが、その台湾を守ると。いうことになってて。なんでかって言ったらね、アメリカからしたらね、台湾取られた、次日本取られて、次ミクロネシアとかなんとか取られて、ほいで、もうハワイとかも取られて、アメリカ危なくなると。いうことをイメージしてるんですよ。なんでこれイメージしてるかって、それやったやつおるんですよ、70年前に。日本ですよ。ね。日本は、だから、その中国の表側にいた日本が、ガサッとシンガポールから、これニューギニアから、で、最初、もう、パールハーバー爆撃して、で、もう、途中まで取って、そこで終わろうと日本はまあ、思ってたんだけど、もう、やめ方わからへん、アホやったんで、その時の首脳部が。それがもう、ボロボロ負けてしまったんですけど、あの時日本の首脳部がもうちょっとそのクレバーに振る舞ってたら、全然違ってた結果になってた可能性があるわけですよ。ということをアメリカは恐れてるわけですよ。で、今は日本は、だから日本を憲法9条ぶち込んで、全然戦わへんようにしてるんだけど、はい、実はその裏側の中国が強くなってきて、日本をこう乗り越えてやってくるかもしれんと。で、そこの最初の、その、砦が台湾なわけですよ。で、そこを出てくるようにしてるのが米軍なわけですよ。で、その米軍と自衛隊が今なんとかこう、手を組んでこう、止めようとしてるんですけど、日本を使ったんで、もう全然防衛力上げおらへんし、経済も成長せんからもうどっちかで足手まといになりつつあるわけですよ、アメリカからしたら。お前日本のもちろんなんとかせよ、お前と憲法9条ぐらい解消せよっていう感じになっとるんですよ、もう実はアメリカが。あ、そうですか。もうなってるなってるんですよ、もうトランプとかもう日本に核持てぐらいでまた言うてましたからね。もう、そんなことを言うてたぐらいですから。もう世界はもう状況は変わってるわけですよ。はい、で、まあそんなこんなで、やっぱり、アメリカはものすごい台湾を守ろうとしてるんだけど、トランプと違ってバイデンですから、だいぶおじいちゃんですから。どうしようかなー、言ってる。で、これが、もう、トランプやったらええっちわけちゃいますけども、もうバイデンが。ちょっと台湾にぬるいんですよ。なんか行くぞって言ってんかな思ったら、じゃあ行かへんのか、お前、みたいな。行かへんのかな思ってるのに行くんかな思ってるけれども、やっぱ行かへんのかな、どっちやねんって。っていうのを中国が見てるわけですよ。はあ、あのじいちゃん来えへんなと。あ、行っとこかと。めっちゃ思っとるわけですよ、今。で、ましてやですよ、今ね。ロシアがクリミアっちゅうとこあってね。はい、あそこはもうちょっと行ったのか思っとるわけですよ。俺行くぞーってプーチン言うとるわけですよ。ロシアで。そうそうそう。もうクリミア半島は取ったから、次ウクライナ。ウクライナ全部ちょっと行ったろうなと思ってるわけですよ。プーチンがさ、あそこ俺の島やのに、アメリカちょっかい出してきよったんですよ。俺の島に何、お前何組やねん、お前みたいな。怖い。なっとるところで、ちょっとロシアムカついとるんですよ。ほいで最近アメリカとかヨーロッパ言うから、おじゃ、これ行ったろうか、おい、ってなっとるわけですよ。プーチンが。ほいでもうプーチンこれ、まあ行ったとしましょう。もう軍隊とかもウクライナの国境にめっちゃおるわけですよ、軍隊が。普段のもう何倍も来とるわけですよ。いつでも行くぞ、おい、言うとるわけですよ。準備万端なんですね。ほいで行かれたら、NATO からしたら、アメリカからしたらね、おい、もうちょっと、まあ、アジアもあるけれども、こっちやばいやんけ、と。もともと俺、ヨーロッパの方が好きやから。アジア中よりもヨーロッパの方が大事やねん、思っとるんですよ。ええー。それはもう大変よく、いや、おじいちゃんこれちゃんと守ってる。うん、もうそれは分かっとるんじゃがの、ヨーロッパの実家の方がちょっと大変なんじゃーねなるわけですよ。余計大変じゃないですか。そうそうそう。それでもう、でも向こうにね、いや、わしちょっとあっち行かなあかんか、ちょっと立つのもしんどいの、みたいな、こう。行ってる間にも、南シナ海、ガラ空きになる。ほんとは習近平は、お、行けるやんけ、おい。チャンスやってなりますよね。俺行けるやん。おい、台湾行くぞってなるかもしれんのですよ、今年。かなりやばい。世界はやばい。ってことでね、Can't take my eyes off you by Boys Town Gang。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。ウォーズタウンギャングで Can't take my eyes off you、 お届けしました、うん、これ日本の放題はね、君の瞳に恋してるっていうね、すごい素敵な、うん、してますね、はい、もうね、僕らからしたらもうディスコ行きたい。あ、そういう曲、戻りたい。もうあのちょっと店ででっかい音かけてみんなでピョンピョン飛びたい。もうね、一番好きな楽しい曲と言ってよい、今まで僕この曲ね紹介したいなと思ったんですけど、なんかちょっとタイミングがなかったんですけど、ね、もう今回も紹介しちゃえと、これね、君の瞳に恋してるっていうから紹介しにくいんですよ。ああ、でもね、 Can't take my eyes off you、 要するに目が離せないって言ってるんですよ、うんうん、今の中国じゃないですか。 You は、ね、Can't take my eyes off シューちゃん。金平ちゃん。離せない。離せない、うん、The world、 もう世界から目が離せないですからね、うん、まあそれでまあちょっと今日かけて、まあ、見たんですけど、これはね、はい、オリジナルは1967年のスタンダードナンバーの、まあ、一つなんですけど、1982年、だから僕が14歳ですよね、ちょうどなんていうか高度成長期からバブルからで、バブルですよね、もう象徴する楽しい、すっごいこうキラキラしてた。そう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 、日本がね、うん、でも日本キラキラしてるし、これかけてるアメリカもキラキラしてるんですよ。ってことはヨーロッパもキラキラしててね、やっぱりね、70年代から80年代、60年70年80年ぐらいのね、まあ80年ぐらいからちょっと陰りが見せるんですけど、やっぱり、ね、世界がねすごくね明るく成長してるんですよ、うん、のまあそれのまあ最大の象徴の一個がこのボーイズタウンギャングで、これは1982年の、うん、まあ大ヒットナンバーにまあなってるんですけどね。でもこれ楽しいなぁと、この頃良かったなぁって僕いつもこれ聞きながらね思うんですよ、うんうん、でこれあの僕の同級生なんかと飲みに行ってもね、はい、もう昔から最後はもうカラオケでこれをかけて、もうぴょんぴょん飛ぶと踊りまくってるんですね。もう楽しいっていうまあことなんですけど、はい、まあその時代とは裏腹に今に世界は地獄に向かっていってるわけですよ。はい、でね、この地獄の中で明るい曲を聴くっていう、なんていうんですかね、うん、甘いやつ食べるときに塩入れとくことで、なんかより一層、この甘みが増すとかね、うんうん、こうなんかコントラストがついてね、はい、僕ね、このね、悲しいっていうか怖いときにね、楽しい曲聴くっていうのを一番最初に体験したのがね、時計仕掛けのオレンジのラストなんですよ。これはね、まあまあよかったら皆さん見てください。怖い映画なんですよ。時計仕掛けのオレンジって、もう現代のもう腐り切った、はい、もう70年ぐらいの映画ですけどね。これの最後に、I sing in the rain ってやるんですよ。雨に歌えば。雨に歌えば。すごい楽しい曲。雨に歌えばってこの曲なんですか？いやいや、まあ間違いますよ。あの、ちゃんとそういう映画あるんですよ。はいはいはい。あるんですけど、このもうどうしようもない時に I sing in the rain を持ってくるんですよ。ほいでね、なんかね、なんとも言えない気持ちにこう、悲しみがより一層悲しみというかね、絶望がより一層深まるとかね。これをね、最近やったのがね、ジョーカーのラストですよ。これフランク・シナトラのセンド・イン・ザ・クラウズですか？こう、時計仕掛けのオレンジな感じにこうなってるんですよ。なんか絶望して落ちて、そうそうそう、落ちまくった時に。落ちまくってる時にこうなんか、楽しい曲を聴くっていうね。うんうんうん、それでより一層なんかね、その絶望がギュッと凝縮されるっていうかね。だからね、今この極東アジア、習近平、ロシアのプーチン、この恐ろしさを知るためにも、君の瞳に恋しているを一度聞いてみてください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ KBS 京都からお送りしています。日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。なるほど、日常を届けてくれるわけやね。あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は12月24日の午前10時半頃に行っております。これね、やばいといえばね、まだまだ言わなあかんことがあるんですけども、はい、もう一個ね、もう時間もなくなってきたんで、もう一個だけ言っとくとね、はい、北方領土もやばいんですよ。そうか。うん、これね、ロシア、クリミア行ってますけども、はい、もう、なんちゅうか、日本こんだけ弱体化してきてるから、うん、もう好きにしようって感じになってるんですよ。で、ましてや岸田さんでしょ、ああ、何も入れけへんわ、こいつと。でも、舐め切っとるんですよ。もう、安倍さんの時はちょっと気遣ってたのかもしれませんけど。まあ、それでもね、えらい馬鹿にされてたんですけどね。で、去年のね、7月ですから、まあ、菅さんの頃ですけども、もう北方領土もね、何の臆面もなく開発しだしてるんですよ。観光リゾート地作ろう、言うて。その時に、日本企業じゃなくて、もう、こいつらもうええ、言って、ヨーロッパの企業入れたり。アメリカ呼んできたりとかして。もう、好き放題。もう完全に取る気ですね。だからね、もう、まあ、安倍内閣下でね、その、北方領土についていろいろと議論してましたけど、はい、もう完全に敗北してるんですよ、外交的に。で、二島先行返還なんてこともね、もう、ダメになくなりつつあって、あんなもん解散だよ、あんな日本なんてもう、ちっちゃいねんからこいつってこう、まあ、なってるんですよね。で、ロシアはやっぱりその北方領土もちゃんと取るし、で、ウクライナもちゃんと、取るし、で、領土を拡大していくと。で、中国もちゃんと拡大していくと。それと対抗する G7 はもう経済ボロボロになってるし、日本も経済ボロボロになってるし。で、アメリカが頼みですけど、おじいちゃんちょっとなんかぼーっとしてる道路があると。おいで、わしらの周りで言うと北朝鮮がおってですね、はい、まあミサイルの訓練をいつも練習しててですね、まあちょっとね、まあどうなの、キム・ジョンウンが不健康説みたいなものもあってどうなるかわからんっていうのもまああって、そうなったらもうまたなんか派手にいろいろやってくるかもしれないと。なのに日本だけがもうオミクロンでギャーって騒がれて沈んでって、岸田さんがぼーっとして財務省の言いなりになって何もしないで沈んでいくと。参りましたね。参りました。だからね、せめてうちのボスの岸田さんがしっかりとプライマリーバランス規律を凍結してですね、はい、財政再建なんていうのは経済成長してからなんだということを言ってるんだから、俺自身もこれ、僕の雑誌でこれ、はい、岸田さん言ってるんですよ。そうですね。言ってることやったらいいだけなんですよ。あなたの成功の条件、言ったことをやりなさい。それだけ。本当にね、もう近頃の日本の男はもうどうなっとるんだ。いや、もう本当にちゃんとね、表現者クライテリオン皆さんもぜひ読んでください。そうそう、もう現地撮ってますからね、はい、もうぜひこれ読んでいただいて、ちょっと岸田に頑張ってもらいましょう、はい、やっぱり結局ね、世界やばいから岸田に頑張ってもらうとダメなんだということをね、ぜひ皆さんしっかり岸田さんを応援したり追い詰めていってですね、あかんかったら引きずり下ろしてですね、あの日本の未来を自分たちの手で切り開いていきましょう。はい、はい、そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。